はい、皆さんこんにちは。ケルビンチャンネルのケルビンです。というわけで本日はね、最近アップデートで強化されたミドルケルビンの方をね、使ってガチャマッチの方をやっていこうと思います。まあ、圧倒的に格でね、無双していけたらなと。で、アップデートで、ね、何強化されたかっていうと、まあ、振るのがね、めっちゃ速くなったんですけど、マジで、ね、めっちゃ強くて、周りもみんなミドルケルビンやばい、やばい、ヤバタニエンみたいな感じで、まあ、みんなね、やばいやばい言ってるんで、まあ、ちょっと使っていこうかなと。マジで、めっちゃ強いです、今、この動き。で、ギア貼っとくんですけど、まあ、ゾンビとかじゃなくて、結構綺麗な立ち回りしようかなって、とは思ってまして。まあ、アーマーをしっかり貯めて、まあ、キル取るとこ取るみたいな立ち回りできたらなって、感じで。これ左ビーコン、これ飛ぶかもな。いや、今のとかマジで振り早って、これビーコン置いてないか。キル速が単純に上がってるから、それが強い。もう強すぎて、まあ、このようにね、終わってしまうと一瞬で。まあ、今回のアップデートでいろんな武器がね、強化されたと思うんですけど、このミドルケルビンが一番熱いんじゃないかなと個人的にはね、思ってますね。もともとがステによってはここワンチャン強いかなとか、それぐらいの、まあ、ちょっと強い武器ぐらいだったんですけど、それが強化されたんで、熱いっていう。ナイス。はい、それでは対戦よろしくお願いします。ホッケのガチョコバトル、パワー2550と。いや、ホッケ不動のミドルケルビンとか、どうなんだろう。なんかね、アップデートで強化されたとは言っても結構平面多めのステージはね、割ときついんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、プライムとかやっぱ擬人格とか前線武器に対して強い武器が今の環境多いんで、まあ、そういうのとか考えると、まあ、強いんだけど、まだステ限定すんのかなって、ちょっと思ってるね。これ前出たいんだけど、いや、タイミング見て。お、今の結構長いな。先端で当てれば寿司と同じぐらいあるらしいんで。待って。おいおいおい。今ちょっとプクプク音したんで分かったんですけど。いや、これサウンドプレイマジで今の生きたな。結構音聞いて動き変えたりすることあるんですけど。今の場面はすごいいい感じにできた。これまたノックアウトか。2連続ノックアウト動画にするのちょっと微妙だけど、途中のサウンドプレイ良かったから動画にしようかな。あれ見ても何も分かんないよっていう人いたらね、見直してもらったら音ちゃんとしてるんで、ぜひね、サウンドプレイ勉強したいっていう人いたら、ちょっとあの場面見てみてください。はい、それでは対戦よろしくお願いします。チョウザメのガチャグラー、パワー2550と、こういうボコボコしてるステージはミドルケルビン強いと思うんだよね。で、あの、ギアをね、ちょっと変えてきたんですけど、イカ人イカ族にしてるんですけど、まあ、理由がありまして、まあ、今、モンガラとチョウザメのヤグラなんですけど、モンガラがね、来たら多分もう終わるんで、モンガラ絶対単射程きついから、もう攻めてものあれでイカ忍者で頑張ろうかなと思って。まあ、来ないで、まあ、欲しいんだけど。まあ、これ運よくね、チョウザメ来てくれて。ほんと、これ丸めさを避けてと。OK、やった。さあ、2落ちか、こっち。これ、チャーちょっと怖えな。やった。ねえ。これ、とりあえず中央飛んで、これ多分左来るよな。これ左、いや、マジか。いや、これ、初段外したの痛いな、今の。まあ、ただこれ、左押さえとけば、矢倉進むから、引いた。これ、ちょっと取りてえな、上。上取れれば強いから。うん、ちょっとガバガバでいけなかったんだけど。ちょ、アーマーを。アーマー回して。いや、これ、がっつり進むんじゃない？このアーマー結構、いい。ナイス。いや、待って、それはもう見に行けないな。ちょっと、もう前行っちゃおう。やったー。やめてやめて。あ、これはやれないよな。これ、戻っちゃおう。射程がないから、あそこ取ったとこで、多分やられちゃうから。まあ、これはいいや、味方とチェンジっていう感じで。味方やられてる。ただ味方の前にまあゾンビだったから、そんな悪くない。オッケー。うま。チャージャーうめえ。相手のチャージャーうめえな、普通に。砲丸もついてるしな。いや、これ割と、やばいな。まあ、これ飛ぶけど、リードはされたくないな。危な。でも俺一応イカ人だからイカ人イカして、ちょっと。オッケーオッケー。いや、イカ人強いよ、これ。待って、これ土壌すくいしちゃった。オッケーオッケーオッケー。ああやって空振りすることね、土壌すくいって言われてるんですけど、このミドルケルビンで。これ敵タカ、どこにいんだこれ。ここいる？あ、いないか。
いや、このポジション取れるとね、チョウザメはめっちゃ強いんだよね。危な。ここからもうバシャバシャバシャで。これ最強でしょ。あ、チャーうまいから注意したい。相手のチャーマジでうまい。待って、左めっちゃ熱いんだが、これ。ロックって。これヤグラ止めでしょ。チャーだけだから、一回。ここあんま回して。いや、あんま結構回るなぁ。スペシャルポイント210とか220とかだよね、確か、この武器。めっちゃ弱体化されてるからな。最初、もう緑ケルビン4枚とか、普通に強かったからね。最初期。うわ、ごめん。うわぁ。ちょっと今のは皆さん画面目つぶってほしい。いやぁ、さすがに頑張った。てか今、クイボから、てかね、なんか食い込ん狙っちゃうんだよね、変に。わかるかな？なんか食い込とメインで倒すと気持ちいいから狙っちゃうんだけど、アップデで振るのが早くなったから、割とメインメインで倒してっていいんだよな。クイボ本当に牽制とか、だけでも、いいと思うんだけど、なんか楽しいから投げちゃうんだよな、クイボ。イカ人だからね、これ一応。危ない危ない。切破かわして。ナイス、そこの石切れマジででかいな。危ね。わー、ちょっとそこもいんのが、ただ右集まってるから逆に左が。ナイス、そこの、キル味方でかすぎ。ナイス。いや、そこ勝ったらマジででかいけど。うおー、神。ハピ神だ。さすがに。いや、これちょっと塗り方見よう。こっちの編成塗り別に強くないから、俺が、そう、塗ろう。別に塗ろうと思ったらこの武器全然塗れるんで。逆に、塗り状況悪いと、進まれるとき一気に相手のライン上がっちゃうから。割と塗り大事なんだよな。これ左、そうか。まあ、左とここ見よう。上の部分というか。いや、ここ取れとけばマジで安心だわ。これ実家に帰ります。ここ実家です。実家なのに実家なのにってなんだよって話だけど、相手のシャバはやばすぎだろ、今の。うますぎる。シャバはジャンプ打ちぶれないから、ああいうの普通に当たるからな。これ残り20秒なんで、まあ、これ負け筋拾わないように、まあ、丁寧にやればこれは多分勝てるかな。あ、ナイス。いや、味方強えな、この試合、普通に。それなんとやれるんすよ、この武器。いやー、これスロッシャー強い。ここマジでボコボコしてるからな、チョウザメ。ナイスー。はい、それでは対戦よろしくお願いします。モンガラのガチャグラ、パーエンセのパケ40と、いや、結構高えな。で、編成の方は、なんだこの編成。相手の編成、相手の編成もやべえ。この部屋、やばすぎる編成が。しかも味方にピョンさんいるし。いや、これ負けれねー。ただこういう時に限ってモンガラ来ないで欲しかった。緑ケルビン絶対きついからな。いや、竹。いや、それ全員で倒せ。ナイスナイス。相手なんか落ちてったし。で、あのね、緑ケルビンヒューに変えてきました。まあ、ちょっとヒュー使おうかなと思って。まあ、全部緑ケルビンじゃなくていいでしょってわけで、ちょっとヒューにしましたわ。俺はもうこういう立ち回りこの試合してく。普通にやってたら、もう射程のあれでボコボコにされちゃうから、もう俺はもうどんな汚い立ち回りでもして、もうこの試合もうキルもぎ取るから。いやー負けれないこれは。パワー高いし、ちょっと頑張りたい。で、ギアはゾンビガン積みにしてますね。緑ケルビンヒュー多分ボム活かして突っ込みまくる方が、多分強いんで。まあ、あと、モンガラ来た時に、まあ、ゾンビ発動しまくって、まあ、先般じゃないみたいな。ま、できるかな、みたいな気持ちで。いや、そのスピアマジか、うま。今、ちょっと避けれんかった。これ飛んで、こっちの編成前線俺だけだよな。ただ、相手の編成も、前線パブロだけか。マジでこの部屋すげえな。こんな、なんか部屋当たんの久々すぎて、やべえ。ナイスナイスナイス。それは、ちょっとやり、ちょっと頑張ったけどやって、これ、飴溜まるんで、ナイスナイス、ここで、マジか。ナイス、待て。危な、これ11だから、ちょっとこれ乗っちゃおう。ちょっと降ります。ちょっと乗ってたらね、射程短いから、相手に一方的にやられちゃうだけになっちゃうから、割と、前で頑張って出て、立ち回りたい。いやー、チャージャーやばすぎ。この部屋マジで、チャー、多すぎるからな。いや、モンガラきついけど、いや、頑張りてえな。連キル俺が入れれれば、8
勝てると思うんだよな、普通に。相手のパブロ VS 俺みたいな感じちょっとあると思うからな。いや、それはわかんねえわ。いや、俺カウント負けてるからな。いや、これ2落ちだから、こう、相手一気に、ここ、進まれたくねえ。いや、これマジで勝ちたい。てか、もうピョンさんをね、負けさせたくない、僕は。やったー。ナイスナイス。おいおい、この連キルはでかい。ナイスナイスナイス。お前ら神か。ちょっとこれできれば乗るの変わってほしい。チャージャー乗ってくれ。と思ったけど、これ俺以外全員チャーか。ちょ、誰が乗ってくれ。多分俺が乗るよりね、チャーの人乗った方が強い。いや、これ飴と合わせて、ちょっと射程を補う、飴で。いや、やれねえか。いや、ナイスナイスナイス。これナイスリード。おぉ。やった。え、飛んでこい、お前ら。ちょ、任せろ、ちょっと。粘る。オッケー。いや、この30は、でかくないか。いや、味方、ソードマジャンは全然いい。いや、30でかいまでで。で、こっちの編成、チャージャー3枚だから、守りに関しては結構できるから、マジで安心感ある、このカウントは。これ左。これやったー。OK、やった。いや、これマジででかい。これワンチャンヤグラ進むな、もっと。いや、それ当ててくんのか。持ってったけど、うまいな、それ、あやちになるのは。これどうしよう。味方、飛ぼうか、これ。大丈夫それ。いや、多分敵いないっぽいから、これ飛ぼう。でもちょっと左でいいかな。ちょっと、右行っても、ちょっと正面からの射程がないから、ちょっと裏取りで。OK。いや、これマジで勝てる。で、これワンチャンスペシャル意識しつつ攻めてもいいな。雨降らし投げれれば、勝ち確認できるから、矢倉、ほとんど。抜くな。あー、怖かった、今の。まあ、それ。待って、これやべ。うわー、ちょっとごめん。いや、まあ、おー、ナイスナイス。ピョンさん、ナイスだ、それは。ヤグラ、そこまで前行ってくれたら、結構楽じゃね、これ。いや、これはちょっと、飛ばね。あ、フィルしてくれてたら飛んだけど、まあ、今のはね、ちょっと、負け筋変に拾いたくないから、そう、これで、ちゃんと塗っていけば、ここで、一回、雨降らし溜めれるんでね。よしよし、これ、ちょっと吐かないで、最後の最後まで耐えよう。いや、ここからマジで、もうゾンビであることを忘れる。もう俺はペナアップをつけてると思ってやる。マジでやられません。ここからなんと皆さん。もうガン潜伏よ。もう絶対にもうバレない。で、最後に、まあ、雨降らしを投げて、曲がっていくと、ナイス。いや、この試合面白かった。いや、勝ててよかった。あと先発しなくてよかった。モンガルだったからちょっと怖かった。安堵の気持ちやばいわ、今。はい、それでは対戦よろしくお願いします。アンチョビのガチエリア、パーエンセルのパケ40と、で、ルールね、変わってるんですけど、これには理由がありまして、まあ、あの後ね、普通に動画撮ってたんですけど、モンガラがね、3連続できて、3連敗したんで、もうメンタルがね、もう崩壊したんで、まあ、ちょっとエリアまで、もう待っちゃおうというわけで、マジで、皆さん絶対にモンガラ、ヤグラがある時に、まあ、緑ケルビンで潜んないようにしてください。もうメンタルが崩壊します。もう、安定しません。もう、無理です、あそこは。もう、マジで、ちょっとね、メンタルマジで崩壊したね。で、まあ、エリアなんで、まあ、気を取り直して、まあ、頑張っていこうかなと。で、この部屋パワー結構高かったよな。頑張ろう。まあ、今、アンチョビと、どこだっけな、もう一個。まあ、とりあえず、両方とも、割と強い方だったんで、全然いい。いや、これやれないか。俺はちょっと先般ムーブなんですけど、まあ、ゾンビ、超積んでるから。まあ、ゾンビ 1.8 の 0.1 爆減なんだよね。爆減だけ、まあ、つけてる。爆減 0.1、今の環境マジで必須だからな。OK。いや、アンチョビも割とボコボコしてるから、強いね。それもういないの？帰った？うわぁ、マジか。ちょっと雨投げたタイミングでそれくんのはちょっときついな。ナイス、そのバブル。これ時間稼いでくれたら俺突っ込めるから、ちょっと稼いでほしいな。これ一応ゾンビで特攻で時間稼げるから。あ、それ勝てねえ。まあ、ゾンビ発動で。いや、ゾンビ気持ちいい。飛びましょう、これも。
で、俺カウント負けてんだよな、ただ。まあ、それはまあ、そう来るでしょう。ということで、振るの早い。ナイスナイス。まだこれ、一回エリアストップかけて、ちょっと、今は濡れねえのか。ここ雨降らし、しっかり使っていきたいな。ねえ、うますぎるって。いやー、さすがオーガンチャージャーだな。いや、もう最近のチャージャー、みんなうまいんだよな。全員うまい、マジで。プレイヤーのレベルが上がってる。やっぱこのゲームで何年も経ってるから。チャージャー下手な人いない、マジで。この上。もうさっきはもうよくもやってくれたな、というわけで。今のちょっと長くない？この武器。これいけそうだな。ナイス。これ、いけんじゃないかな、このままノックアウト。はいはいはい。ほら、お、うえ。うえい、振るの早い。ナイス。まあ、この試合最初です、しまふったんですけど、後半ね、まあ、ワンチャン通したらいいんじゃないでしょうか。まあ、これがゾンビって感じの動きだよね。まあ、っていう感じでね、気持ちよかったんで終わってこうかなと。まあ、皆さんはね、モンガラがあるときは決して、緑ケルビンを使わないようにしてください。恐ろしいことになります。まあ、というわけで本日の動画の方終わっていこうと思います。よかったら、チャンネル登録と高評価の方お願いします。ではね、次の動画で会いましょう。バイバイ。